次回はどんな内容になってるの？サファイアの事件の解決編だ。手に汗握るアクションサスペンス、巧みな推理。君も少しは成長したみたいだね。ま、伊達に助手をやってたわけではないしな。次回第4話、その瞳に見えているもの、お楽しみに。時間が余ったので、ここで助手のお箱八番ことナインスターは急停車をお聞きください。恋の特急列車は止まらない。人類の音楽だね。